最近ね、すごい報告があったんですよ。もう完全にね、ゲイだったのを女性を愛せなかった人が、私と3、40分話してるだけでもうその場で変わっていって、女性のとこ行きたくなったって。だから多分私にも力がさらについてきたんだろうね。それで最近はファックス送られて、もう完全に私は変わりましたと。もう体も全部、早くね、いい人を好きになって、ね、結婚して子供を産みたくなりました。もう子供が2人いるゾーンが頭に浮かんできましたって、そういうファックスがね、届きました。だから私のやってるのは、ね、その人ももちろんその人シンガーをやってるんだけど、あと会話をして、その相手がちゃんと男であることを目覚める話を普通にしていただけ、目の前で変わってきた。もうあんまり今言いましょう、私と30分話してるだけであっちが元気なんです。もう女性のとこ行きたくなったという話。もうこう一応神様は男と女しか作ってないですよね。そういうもう仕組み、これは神様が作った仕組みなわけ。男は男同士でまさに妊活をする、だからそんな仕組みになってないし、女性同士はそんな仕組みになってない。もう一回ちゃんと私に神様の作った仕組みをちゃんとその観点から理解する必要があると。それは先ほど言った禁断の好みじゃないけど、神様の作った仕組みを、ね、その知恵から学んでいくであって、自分で頭の中で勝手に妄想で捉えるもんじゃないんですよということです。